どうもポンスケです。今回はですねスイッチ版のフォールガイズ簡単に名前を変更する方法を紹介していきたいと思います。最初にフォールガイズをやるときにアカウントを作成という方で始めるとなんだかよくわからない名前でフォールガイズをやらされますよね。これすぐに変えることができます。スマホの方も PC の方もエピックゲームズと検索してみてください。今回スマホの画面となっていますが右上の3本線を押してサインインの方を押すとですね任天堂アカウントでログインという画面があります。フォールガイズを起動したアカウントでログインしてみましょう。もしメールアドレスがわからない場合はですねスイッチの方で自分のマイページに飛んでユーザー設定の任天堂アカウントというところの右側にカッコでメールアドレスが表記されているので思い出して入力しましょう。ログインしたらマイページのアカウント情報の方に飛んでですねディスプレイネームの方を変更します。ディスプレイネームを変更したらスイッチの方のフォールガイズを一旦再起動することで名前が変更されます。よかった変更できたと思った人はぜひチャンネル登録と高評価の方もポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。